本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。さて、おととい8月7日、匿名掲示板に、秘書っぽい人が出現しました。まずは秘書っぽい人の書き込みを紹介して、それが終わったら、高崎事変に関する、謎の怪文書群を紹介します。なお、あくまで秘書っぽい人というだけで、トリップをつけているわけでもなく、大前提別人ということでよろしくお願いします。それでは、秘書っぽい人の書き込みを見ていきましょう。改めてプロ赤報の築城解説を読んでるけど、プロ赤報があっても発信者だけでなく、プラットフォーマーにも賠償請求できそうな感じ。集約、YouTube とかノートとかのプラットフォーマーを訴えるということが増えてもいいのかも。東京地判令和5年12月13日、04は、33256号、2023WLJPCA1213万6001を見ると、かなり厳しいです。仮処分や裁判官の心証開示でも、プロバイダ責任制限法3条1項の要件を満たせないとされており、プロバイダに削除を命じる判決があっても削除しなかった場合、でもないと無理そうです。プラットフォームに損害賠償請求するとか、バカなのかな。さすがはエコチェンスレミンです。マジレスするのもバカバカしくなるほどの、低レベルな書き込みです。こんなバカバカしい書き込みに対して、わざわざ事件番号までコピペして、マジレスしているこの秘書っぽい人も、相当頭良いですね。避難所を超えてきているレベルです。ことあるごとに、いちいち事件番号をコピペする人に、もしかしたら心当たりがあるかもしれません。頭が、エコチェンスレでは、随分久しぶりに見た気がしますが、もしかしてお前なのか、秘書。実際、堀口くんが暇そらさん差し丸しても、情状酌量でかなり減刑されそうだよな。というかそれくらいの事件が起きないと、ネットの誹謗中傷事件って厳罰化進まない気がするわ。暇そら茜よりも、猫800こそ覚悟しておくべきですね。日当たりの悪そうなアパートで、貧しそうな暮らしをしていました。取れる財産もなさそう。うわぁ、この人たち完全に、倫理観がいかれていますね。ネットで逆張りしている人たちって、なぜこういう感じで揃いも揃って、倫理観がいかれているのでしょうか。あれかな、純粋に頭が良いから、こういう言動を平気でしてしまうのでしょうか。堀口くんのやったことを全部棚に上げて、暇そら茜様を悪魔化するという、いや、笑い声に限って言うと、悪魔なんですけれども、むしろ堀口くんの方こそ、被害者から反撃された時に、大いに情状酌量されるのではないかと思いますが、そしてさりげなく、猫800様の個人情報を復活しています。秘書、そういうとこやぞ、秘書、だから嫌われるんやで。それにしても、無職が、取れる財産もなさそう、と言っているのは、何かのギャグでしょうか。取れる財産がなさそうなのは、お前じゃい、やめとけよ。最寄り駅から約丸キロの築丸年のアパート、間取りは丸々で約丸平米、気になる家賃は2万円前後、こんな暮らししている人を訴えたところで、何円を取れるんですかね。もはや損害賠償が歯止めにならないので、止めるには実力行使しかなさそうです。どうしたらよいんだろう。やめとけよ、と忠告されているのに、その書き込みに返信する形で、猫八様の住居に関する情報を長々と書き連ねています。こいつほんとマジ無理です。吐き気を催すジャークとはまさにこのこと。まあでもこの情報も本当かどうかわかりませんけどね。なんか大腸菌軍団が猫八の本名が流出したなどと言ってキャホっていましたが、猫八様によるとあれ本名ではないらしいですよ。大体正常な価値観をした人たちが見ているすれにこんな住居をほのめかすような書き込みをしたら怒られますからね。ほとんどの人が特に何も批判していないあたり、本当に倫理観が終わっています。民度最低のエコチェンスレミンと秘書、お似合いの仲間たちです。マスクとタキシード様についてこれで反論したらデスバはしませんって逃亡ですからね。好きなだけけなしておいて責任を取ろうともしない。そりゃあおめえみたいな話通じねえやつと話しても時間の無駄だからな。最低限日本語が喋れるようになってから出直してこいよ。大体今まで嫌なことから逃げ続けてきて敗北者の人生を送り続けてきた一人大敗北時代おじさんが逃亡という言葉を使うのはブーメランが過ぎます。不快だから、話が通じないから、会話不能だから、周りから距離を取られているだけなのに、それを見て相手が逃亡した俺の勝ちだと勘違いしてそう。猫八なんかは、ド直球で名誉毀損だし、この厳罰化の流れなら数年後は実刑食らってるでしょ。数年かかるのは、現行法の不備だと諦めつつ安寧に過ごしてほしい。相手が厳罰を受けたところで、被害が回復するわけじゃないし、受けた屈辱がチャラになるわけでもないんですよね。せめてお金があれば、旅行に出かけるとか美味しいものを食べるとかで気を紛らわせられるにせよ、そういうお金も取れない相手です。書き手の頭の良さが、よくわかるやりとりです。まず、名誉毀損と名誉感情侵害の違いがわかっていないようです。猫八様の投稿は、同定可能性の問題で、名誉毀損でアウトを取るのはかなり難しいです。
それこそ堀口くんの過去の話を裁判所で白黒はっきりつけなければなりませんし、パンダだけに名誉感情侵害なら一部の投稿は勝てるかなという感じです。ただあの投稿をわざわざ訴える必要があるとは思いませんので、裁判せずに裏で話し合いをして解決するのが良いと思います。猫八様も大概だと思うのですが、堀口くんのこれまでやってきたことって猫八様とは比べ物にならないぐらいヤバいでしょ。それなのに堀口くんのやらかしを無視して猫八様に実刑がどうのこうのと言っているあたり、義理ではなくもろだと思います。少し前のエコチェンスレミンは義理の人が多かった印象ですが、最近ではもろの人が増えてきています。あれは刑事では無理ですよ。刑事だと民事よりもはるかに厳格な同定可能性が認められないと立件できません。刑事でヤバいのは堀口くんの方です。確実にアウトを取られるでしょうね。あれはそれなのになぜか堀口くんを被害者のように扱っているのは完全に狂っています。だいたい猫八様の投稿で実刑になるなら、堀口くんなんて今までやってきたことを全て清算した場合懲役100万年とかになるでしょ。真っ当に裁判してたら何年もかかるのは理不尽だよね。ネットのスピードに社会が追いつけてない。迅速な手続きである仮処分だって数週間から数ヶ月でも、誹謗中傷やプライバシー侵害された被害者が命を絶つのは下手したら数時間、あまりにも非対称なんですよね。だから被害を未然に防ぐ方法や満足な損害賠償や名誉回復の体制を構築しなくちゃいけないはず。あれだけ周りに迷惑をかけ続けてきた男が被害者ずらしてこんなことを言っているのですから笑えます。あなたの被害者の気持ちを考えたことはあるんですかと秘書に問いたいです。そうですね、例えば学習院大学で何らかのトラブルに介入したと思われる OB がなぜか匿名掲示板で就職先などの個人情報を晒されて延々と誹謗中傷を受けていたことがありました。犯人が誰なのか全く想像もつきませんが、ログが流れているため今から犯人を特定するのは不可能です。この犯人は NTT マンテと呼ばれています。マンテ一族増えすぎやろ。突然ですが秘書さん、誹謗中傷の理不尽さについて語っているところ申し訳ないんですが、 NTT マンテについてどう思いますか。秘書さんが答えられないなら堀口くんでもいいですよ。堀口くんは誹謗中傷の被害者としてしきりに被害者面をしていますが、 NTT マンテについてはどう思いますか。ほらほらどうした、答えてみろよ。おん、誹謗中傷が許せないんだろう。じゃあ NTT マンテについてどう思うのか今すぐお気持ち表明してくださいよ。とりあえず民事で賠償責任だけ負わせておいて一生贅沢できないようにしてやらいい。定期的に強制執行してその場を眺めることで誘因を下げてもいい。もともと贅沢できないような暮らしだし、還暦を過ぎているらしいので老い先も短そう。相続するご遺族とかいるのかな。いや賠償責任で一生贅沢できなくなる可能性があるのはむしろ堀口くんの方なんですが、というか実際一歩一歩手続きが進んでいる最中なんですけどね。一体どれだけおめでたい人たちなのでしょうか。現状を正確に把握する能力がゼロです。とんでもない情弱同士の会話を私たちは見せられています。ちなみに大腸菌軍団の中では猫八様は60代のおじいちゃんという設定になっているみたいです。多分違うと思いますけどね。60代のおじいちゃんがブレンダーを使うでしょうか。ちなみに私もアルミホイルの民の間では60代という設定になっていました。小川社長より年下なんですけどね。むしろ大腸菌軍団やリバイコアンチの方がネットで物を調べるのが苦手な出来の悪い高齢者の情弱ジジイや情弱ババアが多いです。高崎まで追っかけてくるのがすごい。しかも本人のいない高崎、あれ誰が高崎に。あれ、本人は高崎にいるのではなかったのですか。まあ秘書が本人はいないと言っていますので、そういうことにしておきましょうか。笑い、よかった、怪文書は全部嘘だったのですね。安心しました。お前こんな脅迫メール送っといて何自分が損害賠償受け取る立場だと思ってるんだ。どうしたらいいって。普通にお前は刑務所行きだよ。早く送信者を特定してくださいね。猫八様に対して送られた完全にアウトな脅迫メールについて指摘されると、早く送信者を特定してくださいねと言っています。しかしこの反応はおかしくないですか。普通だと私は送っていませんとかになると思うんですけど、早く送信者を特定してくださいねというのは匿名化してメールを送ったからどうせバレないと高をくくっている人の反応ではないでしょうか。まあでもさすがに堀口くんが送ったわけではないと思いますよ。堀口くんが開示した個人情報が匿名化ツールをかませた上でなぜか匿名掲示板にばらまかれていますが、堀口くんはきっとメールを送っていません。さて秘書の書き込みは以上になります。ここからは怪文書を紹介していきます。なおこれから紹介する怪文書は誰について書かれたのかも不明ですし真偽不明です。おそらく天才作家が創作で書いたものだと思います。以上の点を踏まえた上で続きをご覧ください。あれだよね、砕いて指につけていじる話だよね。あの話は OK なんだ。シャワーヘッド外す話も良いのかな。自慢げに話したらしけどすぐ拾
広まってその後あの事件だったよね確か。シャワーヘッドを外すというのは、ガチホモ兄貴が、そういう笑い方をするというのを聞いたことがあります。ただしそれをやると、風呂場がものすごく汚れるので、ホテルはめちゃくちゃ嫌がるとか、だからホテルは、男二人での入店を禁止しているところもあるみたいです。ただ、その点は気まえられるガチホモ兄貴は、ホテルに迷惑をかけるようなことはしないみたいです。それにしても、小さき時から、シャワーヘッドを外す洗い方を習得しているとは、一体どういうことなんでしょうね。ちょっとよくわからないです。砕いて指につけていじるって、一体何を。いや、この話はこれ以上広げるとまずいので、やめておきましょうか。手紙とか封筒とかの、手で開けそうなところに用意したからて、騒ぎになって切れてたことある。感触起こした時に誰も聞いてないのに、俺が液体つけたていうのか証拠あるのかって切れてた。いやー、まあさすがに、これは創作だと思いますよ。こんな気持ち悪いことをする人、多分いないでしょ。ゾワッとします。まさに夏のホラー、いつまでこのホラー続くんですかね。あの人渡すのて、怖かった思い出しかない。手紙とかも、確か手で触るところに、自分の証つけて渡すんだよね確か。怖くないてみんなで話した覚えあるよ。いや、ちょっと。そういう汚い系は、やめてもらっていいですか？汚い系は、LINE 声ではないでしょうか？感染症とかになったら、一体どう責任を取ってくれるのでしょうか？飲食店とかでも、気に入らない客に対して、料理にホコリを入れたりする人が、たまにいるという話を聞いたことがあります。そういうことを平気でする人って、他人の気持ちが全く考えられない、クズだと思うんですよね。クズにしかできない所業です。ただ、学校でそういうことをしたという話は、ほとんど聞いたことがありません。よって、これもおそらく創作でしょう。学生の頃からこんなことをする変態が、実在するとは考えにくいので、西川口ビデオ D ハンドユー、シャープ411-2024-76118金次第で何でも OK と本人が言ってたシャープ414-2024-73843411恒例の開示請求2期が枠からやめとけって笑い、開示請求。開示請求2期はササファンだ。若干心当たりがあるような気もしますが、多分気のせいです。大前提別人だけど、7さんに、ヒデさんへのお礼日記を書いてた上は、7月中に何度か、ヒデさんや H さんから、スタバチケットをもらってる投稿があった、お店に何度も電話くれてありがとう、の一文で、背筋がゾッとしたくらい、後で来店日と年表の確認しておきます。何度も電話、ヒデさん、H さん、スタバチケット。いやー、お店に何度も電話をしたというのが、ちょっと怖いです。単に予約するたびに、毎回店に電話していただけなら良いのですが、この書き方だと、なんかそうじゃない気もします。まあでも、H さんやヒデさんは、日本全国にいるでしょうから、もろちんたまたまでしょう。もしかしたら、陰夢のヒデかもしれませんし、風評被害、スタバチケットを渡されただけで、ちょっと警戒した方がいい気はします。あんまりないですよね。差し入れやプレゼントでスタバチケットって、スタバはあんなシステムにしたことを、しっかり反省しなさい。フォークダンス嫌だったな。誰かさんのせいで。フォークダンスって、群馬で今もやっているのでしょうか？私は群馬民ではありませんので、何とも言えません。確かにフォークダンスやってるなら、いやいやは、実質的に濃厚接触ですから、最悪です。被害者から訴えられても、何らおかしくないレベルです。すごい、聞いてみてみたらすごいってほんと、なんでこんなことになってんの？あいつ確かに、9月以降おとなしくなったけどこんなことあったんだ。夏休みに追いかけ回して、プールで悪さしたから詰められたんだろ。それからこんなことになってんだ。すごいなほんとキュロットスカートの、女の子がキュロットってわかったら、めちゃめちゃキレてたもんな。プールで悪さした、とのことです。ここちょっと不穏ですね。プールの件の詳細は確か、他の怪文書でも書かれていなかったはずです。女子の服装に対してキレるとか、この世の支配者のつもりでしょうか。なぜ赤の他人の服装に対して、ブチギレる必要があるのでしょうか。どんだけ傲慢なんですか。ええ加減にせえよほんま。この世界の全ての事象が、自分の思い通りにならないと、癇癪を起こしそうな勢いです。こんな自己中な人間がいるわけがないので、これも創作でしょう。ただプールの下りは、若干リアリティがあります。久しぶりに来た時、そういえば今度東京の会合、に出るとも言ってました。社会悪の塊みたいなやついて嫌がらせ受けてるけど、頭悪いおっさんだからいつも逃げ回ってるよってバカにしてました。今思うと。うわぁ、これもリアリティがあるから、なんかやだ。それにしても、東京の会合に出るということは、年収が軽く1700万円以上ある、エリートサラリーマンなんでしょうね。なので、おそらく別人です。社会悪の塊は、一体どこの誰なんでしょうね。頭悪いおっさんとは、一体どこの誰なんでしょうね。なかなかのブーメラン発言です。ブーメラン全身に刺さってますよ。あ、よく見たら、ケツにも刺さってますよ。これは怪文書です。何か渡そうとしてきて強めに断るとキレ散らかしたやつ。捨て台詞が、水色、とか、白、とか、あいつ、見たか覚えてるかで、嫌がると分かってて攻撃材料になると思ってたんですよね。強がって、違うわ。とか言うと、何月何日とか言い出して、自分でも覚えていないけど心当たりがあるので強くは出れない。自分は味噌パンのくせに。最後でササパンだ。ただ、
プレゼントを渡そうとして拒絶されると、切れそうなイメージはあります。なお、パンツの色をいちいち言ってくるのは、かなり直球のセクハラなので、ここまでやるとさすがに、学校で問題になる気もしますが、今時、こんなクソ気持ち悪いセクハラを平気でする、デリカシーゼロの妖怪がいるとは思えないので、これもおそらく創作でしょう。こんな奴が本当にいたら、学校中の問題になると思うんですけど、いや、問題になってたのかも。そうかな。そうかも、妖怪なので、問題になってもやめない、という可能性もあるでしょうか。まあさすがにフィクションでしょうけれども、これも怪文書です。体育館での集会で、体育座りをするときキョロキョロする奴がいて、あるとき校長先生に、先生の方を向きなさい。って怒られた。教室に帰ってから先生にも怒られた。何をしていたかはもう気づいてて、集会の前の日に先生にチクっておいたのだった。その日女子はわざとスカートできたけど、ちゃんと防御していた。でも他のクラスの子たちに根回しするという系まではなかった。いや、聖獣やんこれ。こんな人本当にいるの？いや、いない。断言。空前の怪文書ブームだからといって、さすがにこれは飛ばしすぎではないですか。勇敢不死並みに飛ばしてませんかこれ。大丈夫ですか。もし本当にこういうことをしたら、人としての尊厳が失われるわけじゃないですか。だから普通の人には、こんなことはできません。倫理的にやってはいけないとか、恥ずかしいとか、周りに嫌な思いをさせるとか、いろいろな思いがストッパーとなって、普通はしないはずなんですよ。もしこんなことを平気でしている人がいたとしたら、それはもう、他人からどう思われているかを、全く考えていない、ものすごく自己中な人間なんでしょうね。さすがにこのレベルの聖獣が、実在するとは思えませんので、これも創作でしょう。これも怪文書です。キュロッと吐いていった日に切れるというの、わけわからなかった。いきなり、なんだそれはよ、とか怒鳴ってくる。それってなんと言っても、ふざけんなよ、と言っていなくなる。何人かの子に切れ散らかして、共通点がキュロッとだった。ショーパンの子には切れてなかった。ふざけんなよ、はこっちのセリフだよ。お前よ、頭おかしなるかと思ったわ。っていうかさっきから、下の話の怪文書多くない？いつまで続くんですかこれ？どんだけ飢えてるんですか？これだけ飢えてるなら、人生で彼女を30人ぐらい作ってて、女性の扱いに慣れてそう。これも怪文書です。パンツを見たいって感じではなく、女子はパンツの話をされるのが嫌だと知っている感じのしつこさ。だからおとなしめの子や真面目な子が狙われた。個人情報を集めたり暴露したりすれば困るだろうと思っているのがよくわかる。うざいのは見えないと当てに来る。どうせダサいとか、白とか灰色とか、何も答えないと当たりだろと言って、今日は灰色かとか言っていなくなる。何が灰色かは言わない。だから学級会とかで言いにくい。うわ、キモ。しかもさりげなく、逃げ道を作っているあたりが、マジ無理です。後で問い詰められないように、相手が嫌がることをする。このあたりに人間性が出ています。ここまで悪知恵の働く、歪んだガキがいるとは思えませんので、これも創作でしょう。中学の頃、ジャージ履いてたら、みんなで話してる時に、あいつ来て、スカートにジャージで合わないで、めちゃめちゃ力説して本当に気持ち悪かった。ちょ、おい、物量が凄まじいです。しかもさっきから下の話ばっかりやんけ。別にジャージ履いてもいいでしょ。ネットでおかずあさって4545しとけよ。しかも思っているだけならまだしも、直接言うあたりがやばいです。そんなことを平気でできるのは、完全変態だけです。こんなに自分の欲望に忠実な、下心ボロンおじさんが実在するわけがないので、この怪文書は創作でしょう。ちなみに、レイヤーはジャージ履いていませんよ。ほら、レイヤーで脱いとけ。実在する女性をストーキングしたりして、迷惑かけるぐらいなら、レイヤーで脱いとけよ。びっくりしたろ。まさかいると思わんかったよな。笑い、お前のいる場所ピンポイントでわかるんだわ。笑い、久しぶりの鬼ごっこ楽しかったか。笑い、今回は、逃げ切れたと思ってるよな。笑い、次回は、どうかな。唐突に T さんっぽい怪文書が来て刺さったんだ。なんか鬼ごっこをしているらしいです。ただ、妙ですね。この怪文書を読む限りでは、どうやら T さんは、怪異の現在の居場所を知っているみたいなのです。なんで知ってるんでしょうかね。不思議ですね。もしかしたら T さんは、一族と話し合いをした結果、怪異の現在地を教えてもらえることになったのでは、という説もあります。もしそうだったら、受ける。多分、怪異からしたら、T さんはめちゃくちゃ苦手なタイプだと思うんですよね。感染者様タイプというか、めちゃくちゃ苦手なタイプから、怪異が追いかけ回されていると思うと、感動のあまり、上の口と下の口の両方から、涙が止まりません。怪異の被害者たちも、きっと胸がすく思いをしているはずです。サンキュー T さん。しかも、まだまだ追いかけ回す気満々のようですね。散々女性をストーキングして、追いかけ回していた高崎の妖怪が、今度は逆に、自分が追いかけ回される展開になるという、まるで、日本昔話のようです。もうここまで行くと、怪異の存在自体が、ギャグみたいなものです。かわいちょ、お前生活大変らしいから、監禁できるように話題みんなで出して、行くわ、笑い、次の話題は、卒業式後春休みの話が良いか、それともあれか、お前の席がなかった件が良いか、あれさ、ぶっちゃけ嫌だったのよみんな、他の席空いてたから良かったよな、先生も相手してくれなかったよな、笑い、その時点で気づけよ、笑い、
い、さてと、久しぶりにこっちまで来たし飯食って帰るわな。やっぱり遠いな。笑い、約束守ってくれてるのは確認できた。よかったよ。お前は、俺らに関わるな。俺らはお前の生活助けてやるよ。これがもし本当なら、会議はそこまで遠くには行っていないのでしょうか。これから移動するという可能性もありますが、しかし、一族は会議を完全放置しているわけではなく、T さんにも報告はしている、ようなので安心です。好きな AV 女優は加藤里奈、可愛かったよな。引退しちゃったけど、話し出すと周りが見えなくなって、女子がいることに気づかなくて、他の怪文書がヤバすぎて、これを見ても、何とも思わなかったんですが、アランカル編に突入した時のブリーチと同じぐらい、急速にインフレが進んでいませんか。今までは挽回すれば無双できたのに、挽回しても全く歯が立たない、みたいな、この怪文書から、悪い風に想像すると、女子がいるとか全く考えずに、お下品なトークをしてしまったとかでしょうか。まあこれぐらいならギリ許されそうなので、これは創作ではないかもしれませんね。逆に言うとこれ以外の怪文書は、全部創作です。白心。真偽不明の怪文書。密かに好きだった男の子がいた女の子。よりによってその男の子もいる教室でバラされた。一生恨んでやると言ってます。うわぁ、ないわぁ、引くわぁ、これは最悪です。人として許されざる行為です。これは一生恨まれても、仕方ありません。被害者の女の子、今ものすごい勢いで、怪文書を量産してそう、めっちゃカタカタしてそう、女子のこういう恨みは怖いですよ。怖っぴねぇ。しかしこんなクズな行為を平気でする人間が、世の中に存在すると信じたくないので、この怪文書は創作です。これは嘘の話です。漢字テストを隣同士で交換して丸付けするとき、すごい細かいところを見つけて罰をつけてた。例えば口のどこかが繋がっていないとか、それで0点にされて、泣いちゃった子がいた。いや、さすがに創作っぽい感じもしますが、若干本当にありそうなやつ、やめてもらっていいですか。創作でしょうけれども、ワンチャンあるんじゃないかみたいな、そういうギリギリのラインを狙ってきた感じがします。例えばこれが、90点とかなら、たまにある話です。そういう意地悪なことをするクソガキは、たまにいますから。しかし、意地悪な採点をして、0点にするなんて、あいつ以外に存在しないわけですよ。0点はさすがにないやろと、でもあいつならワンチャンやりそうみたいな。ただまあ0点という設定は、さすがにやりすぎ行き過ぎだと思います。よってフィクションです。見えてるぞ。って言うと女子が驚くのに味を占めて、よく言ってた。本当に見えていた時は、何も言わないで他の子が教えてくれた。こういう、気持ち悪いことを言わないと、ろくに構ってもらえないから、こういう歪んだコミュニケーション手段に、傾倒していったのでしょうか。ただただ気持ち悪いです。変態、変態、ほら、これでも見て落ち着けよ。ボロン、いやでも、クソガキの頃に、女子に意地悪していた場合でも、大人になったらとっくにそういうのは卒業しているでしょうし、見えている時は何も言わない、というのが絶妙にきついので、フィクションとします。あのさところで底辺の俺に教えてほしいだけど、留学するのにビザいるよな、入国、出国するのにパスポートになんかしてもらうんじゃねえの、頭悪いからわからんのだわ、お前のパスポート結構白いな、今いらんのだよな、笑い。たまに T さんっぽい怪文書が混じってるの笑う。私は海外旅行に行ったことがなくて、パスポートも持っていませんので、よくわかりません。真偽不明の怪文書、もしキャラクターが好きだとすれば、同じキャラクターの文房具とかを見せて、こんなの買ってもらったと自慢する。そして、3つあるから1つやるよと言って押し付けてくる。いらないと言うと、知らない間に机の中とかランドセルの中に入っていたりする。ゴミ箱に捨てると、いいっけないんだ、とか言って先生に聞くる。一度受け取ると、次々と持ってくる。そして、渡し方が少しずつ慣れ慣れしくなっていく。首筋とかほっぺたにいきなりくっつけてきたりする。顔なしの気持ち悪いバージョン。でササパンダ。まだ顔なしの方が、まだマシなレベルです。捨てた場合、盗まれたと先生に聞くって、余計面倒なことになるんじゃないか。という説もありました。ちなみに、私の考えすぎだと良いのですが、首筋とかほっぺたに押し付けてくる鉛筆って、まさか、ちゃんと清潔な鉛筆ですよね。大丈夫ですよね。想像したら、吐きそうになった、訴訟、よってこの怪文書はフィクションです。借りた資料にさ、高級国内ホテルの引き落としついてたなぁ。あれ彼女と言ったんか、あれでも人数、笑い、まあ良いよね、時計のレンタル高いな参考になるよ、笑い。T さんはどうやら、一族から何らかの資料をもらっているようです。高級ホテルの引き落とし、人数、あ、察し、高級時計は、やはりレンタルだったということでしょうか。確かに妖怪が、高級時計を持っていたら、ことあるごとに SNS に写真をアップして、自慢しそうな感じがします。彼は自己顕示欲が常に爆発していますから、これでもかと高級時計を自慢するはずです。しかし最近 SNS では、高級時計が全く出てきません。写真もアップしていませんし、話にも出てきません。あれはやはり、レンタルだったのでしょうか。いやー、なかなか濃い怪文書でした。まだ紹介していないものもありますので、機会があればまた紹介します。最近、1日2本投稿しても、消化が追いついていません。どうしましょう。最後に自前の広告が流れます。お知らせです。Amazon では現在、
夏本番家電レジャー用品などのサマーセールを開催中です。家電やレジャー用品が割引になっています。セールは8月10日土曜日までとなっております。ぜひ販売ページをチェックしてみてください。詳細は概要欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。